えー、牛乳についてのちょっと考えをですねこのブログに出しましていろんな方から、えー、アドバイスやらいろんなデータとか頂い,いておりますけれども私の考え方は少し違うんですね。違うっていうのは牛乳を飲んだらいいとか飲んだら悪いというその普通に言われる直接的なことじゃなくてですね 実はあの日本の医療とか健康とか食事食材といったものについてですね、えー、ここまあもう30年ぐらいにわたって非常にこうボタンをかけ違ってると私は思ってるんですねつまり人間というのは非常に複雑だし医療も複雑だしもちろん食品も複雑なんですねところが、えー、何かの関係なんですね必ずしも成功してないんです例えば えー、この前からちょっとブログに上げておりますがんを制圧するというのも失敗しておりますし、まあ、いろんなそういう失敗っていうのがあるんですけどもそれはですねあまりにその人間の体動物の学問それから医療医学といったものを無視してですね、まあ、行政的にっていうかなんかそういう方向に間違って進んでしまった、まあ、それにテレビの視聴率重視とかそういうのがあってですねその きちっとした説明とかそういう対策を取らずにあれをすればこうなるっていうそういうまあ非常に単純な,な図式に直したものをですねここ30年ばかり、えー、国民に対して、えー、専門家ですねお医者さんとか科学者、まあ、僕らも含めてですよ、えー、それから食品関係者が言い続けてきたんではないかでここまでボタンをかけ違うとですね 今後の回復が相当難しいんじゃないかっていうのが僕の心配なんですね。その一番の元は血圧は130以下がいい。それからコレステロールに必要なコレステロールのことを悪玉コレステロールっていう名前をつける。まあこれなんかがまあ典型的ですね。えー、血圧は低ければ低いほどいいと思っておられる方は本当に多いんですよ。つまり血圧圧力なんていらないっていう <laughs> それはそうですよね。 130がいいと言って以下がいいっつってできれば120以下がいいと。何しろ低ければ低いほどいいんだと。それじゃあ血の巡りが悪くなった時にどういう病気になるか元気さはどうなるのかまあ人生のその質というのは上がるのか下がるのかそういうことを全く無視してですね血圧は低い方がいいというような言い方をまあここ何十年と言い続けてくるっていうのはまあこれは ほとんど犯罪に近いんじゃないかと私ちょっと思うんですよね。まああのお医者さんがその高血圧関係のお医者さんがそう言っておられるわけはわかりますよ。それは何かあったら血液系の病気にさえならなければ自分の使命としては果たせるんだ。がんになろうがなんだろうがそんなこと関係ないし元気がなくなったってさらに関係がないというそういう立場から言えばですね血圧120以下が指摘であるという言い方は指摘とはもう最適であるとであるという言い方は できないじゃないんですけども非常に間違っておりますね学問的にはそれからこれは NHK がつけたと言われるんで NHK の方で訂正番組もそうだったらするべきなんですが必須コレステロールですね必須コレステロールのことを悪玉コレステロールと言ったわけですねでこれは意図的なのかどうかっていうのはちょっとわからないんですけども必須コレステロールを悪玉というのはですねこれはやっぱりまた犯罪ですよっていうのはコレステロールの値っていうのは 健康とかか命に関わりますからやっぱり専門家は正しい言い方をしなきゃいけなくて、えー、人体に絶対に必要なコレステロールを悪玉コレステロールという,うまさにその悪徳放送をしたわけですすね、まあ、こののつが間違いいと,と思います、まあ、それ以外に例えば牛乳の問題にしても先ほどちょっと言いましたけど私は牛乳が悪いとかいいとかいうつ,のつもりはないんですよ。 牛乳は長い間食用として使われているわけですね。それからまあ日本では明治以来しか使ってませんけど明治以来使ってるものってのはあるわけですよ随分。ですから牛乳が明治以来日本人に食べられるようになったので牛乳は危ないなんていう気持ちは全くないんですよ。ただですね牛乳の害がまあいろんな形なんですね。タンパクが中のタンンパパククがががが中のどうととかかアレルギーが起こるとか消化が がないとかいろんなことを言われてるんですがこれに対してですね相当厳しく言われてるにもかかわらず、えー、食品界もそれから牛乳メーカーもですねお医者さんとかしょ食料食事の関係者もですね前向きにに真剣に取り組んんででないんですよね例えばあの原発のことと少し似てるんですけれども牛乳の危険性を言う主婦は 異常なな人だといいういうううそレッテル張りみたいのをやってるわけですね私はですね、まあ、牛乳メーカーを中心としてもう少し牛乳を飲む側の立場になってですね、まあ、どういう危険性があるのかないのかそれをですねやはり心を平らにしてですね議論をする必要がある私がブログに載せたのは載せて多くの反応は牛乳ってそんなに危険なんですか 飲まなないいいいい方がんいいんでですすかっってて僕はそういうふうに言ってないと思うんですよね牛乳の危険性がこれほど問題になってるんであればちょっと量を減らして様子を見るとかなんかした方がいいかもしれませんと本当は牛乳メーカーとか専門家がやるべきでしょうけどもこれほどですね健康に関係するものが背景がありすぎるというか利権と絡んでたり商売と絡んでたりするので今やもうですね 牛乳メーカーがどんなステートメントをしても専門家がやっても信じてくれないと思うんですよ。<laughs> それはメタボの騒動もそうでしたね。別に必ずしも人間と痩せてる方がいいわけじゃないんですよ。小太りは小太りでいいわけですね。だけどもそのメタボの検診をしお腹が何センチ以上だったらば健康指導をするっていうのはもうむちゃくちゃなことをですねもうあなたは動物とか人間っつうの分かってんですかっていうようなことを役所が国単位でやる。 で、それを受けないと、今度健康保険組合からペナルティを、健康保険組合に国が補助金というのはいろんな形でペナルティをするっていう、まあ、なんていうか、ものすごい時代錯誤のこツだったんですね。それから、まあもう一つは私、テレビでは随分再三言ってるんですけども、これを食べればこうなるってやつですね。コーヒーを飲めばこういうところは良くなるとか、ピーナッツを食べればこうだとか、そんなことはないんですよ。それはですね、まあ、 危険なものも少しありますし牛乳の問題と本当に裏腹なんですけどねだけどもそれは食事も大切ですよしかしこれを食べればどうなるって話はもうそれは絶対おかしいんですよだからそれもですねもうこれを食べればどうなるつってそのテレビを見た人あの主婦がですねスーパーに急いで買いに走ってスーパーではそれがすぐ売り切れるとところがですね 本当に我々が健康だと言ってる健康食品、健康の食品、例えば野菜を食べればいいとか、そういうのが本当かって分からないんですよ。っていうのはですね、単体で野菜を 350g 取ればいいって、根拠を調べたらほとんど分からない。じゃあ、野菜を 350g 食べて、野菜で随分お腹いっぱいになっちゃったから、もう肉は食べないよとか、魚は食べないよって、それでいいんですかとあいうふうな、それでお米っていうのは野菜ですかと。まあ、これは穀類ですという。だからその、 全然言っってることとがちょっと違うわけですよね。だからそれは全て背景がありすぎる、まあ、言ってみれば、えー、利権だとか立場とか、まあ、それから目立ちたいとかテレビに出たいとか、まあ、そういうことでですねものすすごくボタンを書き違っていると思うんですね。したがって現在では残念ながら医療とか健康っていう非常にこう難しい問題を国民一人一人とかお母さんが自分で守る必要があるという段階になっちゃったんですよ。 本当は守れないですね。難しいから。だけども、これほどですね、単純化された間違いが山ほどあって、絶対にそれをバックしないと。えー、タバコの問題もそうですね。これだけタバコの喫煙率が下がり、もう副流炎なんかほとんどないのに、女性の肺がんがものすごく増えているということに対して、私は少なくともまともな説明を聞いたことないんですよ。 で私が疑問を呈するとどういう答えが返ってくるかっていうとですねお前は何も知らないのかとかいやそういうことじゃないと私が聞いてるのに対してお専門家としてお答えいただきたい、ね、女性の喫煙率は17%ぐらいで変わらないしそれから旦那のが吸うタバコの煙を吸うチャンスはどんどん減ってるにもかかわらず肺がんは15倍になったなんでですかという質問をしてるんだって言ってるんですよねそんなことないよ あ例えば年齢補正すればって,って年齢補正してみたらやっぱり違うんですね。じゃ年齢補正したら本当に、えー、昔2,000人だった肺がんが2,000人以下になってるんでしょうかって言ったらなってないんですよ。だからそういうだましとかごまかしとか立場の問題とかそういうのをそれでしかもその中で伏流炎の害を守る会っていうんでなんかベランダ喫煙のから被害を守る会被害ってどこにあるんですかねむしろ 副流炎を吸った方ががんが少なないいのかもしれないんですねあの副流炎をやめるっていうことは今はもほとんどがん発生物質のないことで、まあ、無菌状態がんについての無菌状態みたいになってるわけですね我々はだからそれに対してわずかな、えー、発がん性を持つタバコの煙なんかが健康に保つのに必要なのかもしれないんですよ。そういうことを全く無視してものすごくその学問というものがない状態で議論されている。 そそののの牛乳の問題ってのはそこを私指摘したんですねこれだけ長い間僕が迷いに迷うぐらいデータ毒性データっていっぱいあってしかしそれがなぜ表面に出てこないのかとそういうことですねですからあの議論が陰出になっているわけですね。